ガレノスピエール・ロッシュビニューロン・ピエール・ローチビニローエンによるリトグラフ・ガレノスはローマ帝国時代のギリシャの医学者。臨床医としての経験と多くの解剖によって体系的な医学を確立し古代における医学の集大成を成した。彼の学説はその後オルネサンスまでの1500年以上にわたりヨーロッパの医学及びイスラームの医学において支配的なものとなった。なお、ラテン語では クラウディウス・ガレヌスと呼ばれるが、クラウディウスに対応するのはギリシャ語文献には見出されず、ルネサンス期以降の文献において見られるようになったものである。ガレノスは裕福な建築家、アエウリウス・ニコンの息子としてペルガモンで生まれた。彼の関心は農業、建築、天文学、先生術、哲学など多岐にわたっていたが、最終的には医学に専念した。 20歳までには、ガレノスは、地方の神殿で医学の神、アスクレーピオスに仕えるものとして4年間を過ごした。148年もしくは149年に、父が母子した後、彼は、スミルナ、コリンとアレキサンドリアなどで12年以上の研究を積んだ。157年に、ペルガモンに戻った時には、検討士の学校で3年、ないし4年間、下界として勤務した。 この時期に、事故、外傷の手当てに関する多くの経験を蓄積した。ガレノスは後に外傷を体内への窓とみなした。ガレノスは目や脳を対象とするものも含めて、技巧に頼った無謀な手術も多く行った。それらは、その後2000年近くにわたり、行われることはなくなった。例えば、白内障の手術では、水晶体の内側にまで長い針状の器具を突き通し、 ゆっくりと引き抜いた。これは、わずかでもずれれば、永遠に失明することになる方法である。もちろん、ガレノスは、他の手法に関しては、現代の医療の標準となるものも打ち立てている。162年にはガレノスは、ローマに移り、執筆活動や講義、公開解剖などを行った。彼は、名医としての評判を得て、顧客にも恵まれた。その中には、 コンソルのフラウイウス・ボエティウスもおり、彼によってガレノスは宮廷に招かれた。そこで彼は皇帝マルクス・アウレリウス・アントニウスの天意となり、後にはルキウス・ウェルス、コンモドスなども見た。当時ローマ帝国は北東国境を成していたドナウ川周辺でマルコマンに戦争を戦っていたが、ガレノスもマルクス・アウレリウスに従って従軍し、軍医を務めた。ガレノスは主に、 ギリシャ語で語ったという。当時は医学分野では、ラテン語よりもギリシャ語の方が上位とみなされていたのである。しかし、どの学派にも属していなかった、彼は他の医師たちと対立し、166年から169年の間にペルガモンに戻ったとされているが、1年後にはマルクス・アウレリウス・アントニウス帝に呼び出されて、再び宮廷に仕えた。マルクス・アウレリウスは、 長男が死亡したばかりであり、後継ぎとなった息子のコンモデスの健康を維持させるために、ガレノスをコンモデスの G とした。コンモデスの知性中 G を務め続け、さらにその後の混乱を勝ち残った、セプティミウス・セウェルス帝の G にもなった。192年頃、大火が起きて、ガレノスの著作のかなりが消失した。ガレノスは200年頃に没死した。 デキューリーンディラチオネガレノスはヒポクラテスの医学をはるばるルネサンスにまで伝えた。彼のオンザエレメンツアコーディングツーヒパクリティスはヒポクラテスの4体液説を叙述している。4体液説は人体が血液、粘液、黒炭汁、高炭汁からなるとする説で、それらは古代の4大幻想によって定義づけられ、かつ式とも対応関係を持つとされた。 彼はこの原理をもとにして理論を創出した。しかし、それらは純粋に独創的なものというよりもヒポクラテスの人体理論の上に構築されたものとみなしうるものである。ガレノスの主な著作の一つとして17巻からなる身体諸部分の用途についてがある。ガレノスはまた哲学や文献学についても執筆し、同じく解剖学についても広く執筆した。 彼の前週は22巻にも及び、彼はその生涯のほとんどを通じて執筆を行っていた。プラトンにも一致するガレノスの理論は単一の造物主による目的を持った自然の創造を,を強調した。後のキリスト教徒やムスリムの学者たちが彼の見解を受け入れた理由がここにある。彼の生命に関する根源的原理は正規であり、 後の書き手たちはこれを魂と結びつけた。哲学に関する、これらの作品は、ガレノスの十分に円熟した教養の産物であり、彼は、生涯を通じて医学への哲学的要素を強調する、ことをしきりに行った。彼によれば、脳の中の動物性器が運動、知覚、感覚を司る。心臓の生命性器が血液と体温を投与する。 肝臓にある自然生器が栄養の摂取と代謝を司る。しかし彼は血よりもむしろ性器が静脈を流れるという生器主義的理論には同意しなかった。ガレノスの知識は生きた動物を使った臨床実験によって広がりを見せた。その一環として一度に神経の束を切断するために生きた豚を解剖することを行った。その際に 豚に悲鳴を上げさせないために、高頭の神経を切断したが、この神経は、現在、少なくとも、英語では、ガレノスの神経とも呼ばれている。彼はまた、腎臓から尿が送られることを見るために生きた動物の尿管を結び、また麻痺を示すために、脊髄の神経を切断した。ガレノスは、豚はいくつかの観点から解剖学的に人体とよく、 似ているということを理由に豚を使う旨を強調していたものの、バーバリーマカクサルやヤギも解剖に使った。しかし、ガレノスは自身を医学のより職人的な要素とは常に春別していた。公開解剖は他の論者たちの理論に対する論枠のためには高い価値のあることでもあったし、古代ローマで学ばれていた医学の主要な手法の一つであった。それは出席し、 しばしば議論に突入する多くの医学生たちにとって全くの開かれたものであった。現代から見ればガレノスの理論は部分的には正しく部分的には誤りである。正しいことを示したこととしては彼は動脈が運ぶものは正規ではなく血液だということを示したし神経機能、頭脳、心臓に関する最初の研究も行った。彼はまた アリストテレスが心は心臓にあるとしたことに対し、心は脳に宿ることも示した。しかし、現代の視点に照らした時に、誤りがあることとしては、彼は循環系を認識していなかったし、動脈と静脈がそれぞれ切り離されたシステムであると考えていた。この考えの変更には、17世紀のウィリアム・ハーベイを待たねばならなかった。 彼の解剖学的知識の大半は、犬、豚、猿などの解剖に基づいていたために、彼は希望が人体にも備わっていると推測していた。彼はまた、流血の手当に止血体を用いることに抵抗し、治療法の一つとして、射血を盛んに宣伝した。彼の推後、ローマ帝国においては目立った医学の進歩は起きなかった。ローマ帝国が東西に分裂すると、 西ローマ帝国領となったヨーロッパにおいては、ガレノスの著作はほとんど消失してしまった。西ローマの医療が混乱を続けた上、ガレノスはギリシア語で著述しており、西ローマ帝国はラテン語圏であったからである。一方で、東ローマ帝国においては、正常の安定とギリシア語圏であったことから、ガレノスの著作は残り、医学の聖典となっていった。八十九年。 ネストリウス派がエデッサに開いていた学校が皇帝の命により閉鎖されると学者たちはサーサーン長領内へと移住しジュンディーシャープールなどでガレノスの医学を伝えた。ガレノスの著作に偽せられるテディアカの書12世紀末の写本中世イスラム世界の医師たちの多くは古代ギリシャの業績カンズク四体液説のようにガレノスによって説明されたものに頼った。 ガレノスのギリシャ語作品の大半は、まずサーサーン朝時代にシャープール一世が、イラン南西部のフーゼスターン地方に建設した都市、ジュンディー・シャープールにおいて、サーサーン朝後期からアッバース朝時代にかけてこの地の大学で、ネストリウス派の僧侶たちにより、パフラビー語やシリア語に訳された。フナイン・イブン・イスハークラをはじめとするバフダードの学者たちは、これを他のギリシャ語文献ともども、 アラビア語に訳した。特にアッパース朝時代にガレノスの著作の多くがアラビア語へ訳されたが、フナインが編集したガレノスの著作目録には現存するキリシア語文献では散逸したものも含まれており、研究資料として有益とされている。キリシア語版で失われた著書の中には倫理学関係のものとして、 性格についてなどもアラビア語訳が伝わり、ミスカワイヒやその後継者などの倫理学関係の思想に大きく影響を与えている。他に特筆すべきことは、ヒポクラテス以来の医学の基礎には哲学が必須であるという考え方が、ガレノスの著作の需要によって、後のイスラム世界における医学思想の方向性を決定づけたことである。それらは、アブルバクルイ・ブンザカリヤー、イコールラーズ。 イブンシーナー、マイモニデスラのようなイスラム世界の学者たちの主要な転居となった。ガレノスの名はアラビア語ではジャーリーヌースとして知られており、この名を持つ人々はイスラム世界では彼の末裔であると考えられている。11世紀に入ると、モンテカッシーノの修道士だったコンスタンティヌス・アフリカノスなどによって、イスラム医学のテキストがアラビア語から ラテン語へと訳されるようになり、再び、ガレノスの説が西洋にもたらされることとなった。ガレノスは、西洋でも、医学の聖典となり、サレルノ大学やモンペリエ大学、パドバ大学といった医学で知られる大学で教えられ、ガレノスの権威は16世紀までの西洋医学を支配した。ガレノスがすべてを書いてくれていたとされ、解剖学の実践は停滞したし、射血は、 標準的な医療行為となった。こうした権威への最初の真摯な挑戦を行ったのが16世紀の解剖学者アンドレアスベサリウスである。彼が1543年に出版したファブリカは実際の解剖結果によっていくつかのガレノスの誤りを示したものの、以後もガレノスへの系統は続いた。ありがとうございます。